今日は、サンマの燻製を作ってみようと思います。サンマは内臓を、取って中身を洗って塩を振ったものを使います。それから、まだスペースが余ると思うんで、一応豆腐をまた燻製してみようと思います。豆腐はよく水を切って、で水を切った後に塩麹をまぶして1時間ぐらい置いて、周りをペーパータオルで水分をきれいに拭ったものがこれです。だいたい厚さが半分から3分の1ぐらいになるまでよく水を切ります。熱源の炭は、よくバーベキューで使うこのような炭を、今回は4つほど使います。で先日から紹介しているように、アウトドアショップの REI などで買えるこの携帯用のアルコール固形燃料用のコンロを使います。まず炭をこのように4つほどこのコンロの上に並べます。でそれでですね、このように固形燃料のパックがあるんですけど、これをまず開けて、でこれで、これ1つでだいたい12分ぐらい燃えるんですけど、これだとちょっと多いのでこれを砕きます。まあこのバーベキュー用のトングを使って、このようにだいたい4分の1ぐらいの大きさに砕きます。それでこれを先ほどの、このバーベキューコンロの炭の間に、このように置いていきます。固形燃料に火をつけます。今火がついています。この炎が出ている状態だと火が強いので、これが燃え尽きるまで待ちます。まあ、だいたい5分から10分ぐらいですね。でちょうど燃え尽きる頃には炭に火が回るので、ちょうど良くなっていると思います。こんな感じで今火がよく燃えているのが、ビデオだと分かりづらいかもしれませんが、白いところから炎が上がって今炭に着火している状態です。でその間に、スモークチップの方を用意しておきます。いつもと同じようにこのトレーに一つかみちょっとぐらいですかね、乗せておきます。だいたい固形燃料が燃え尽きて、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、炭がだいたい角の方が白くなってくると炭にも火がついてます。押しとくと自然に火が回るので、これぐらいの状態になったら、まずチップを乗せて網を置いて、スモークの準備をしていきます。まず、チップのトレーを置きます。その上に、網を乗せます。もうこれあらかじめ油がスプレーしてあります。でこうなったところで材料を置きます。よいしょ。今回はサンマですので、こんな感じで置いていきます。なるべく熱源から離した感じで置くと、焦げにくくなってます。さらに、豆腐を置いていきます。豆腐はこの辺に。で材料を置いたところで、上蓋をかぶせます。で上蓋をかぶせたら、クリップで端を留めます。これで約1時間スモークをします。はい、大体15分ぐらい経ちました。今かなり煙が激しく出てますけど、大体これぐらい出てくれば大丈夫です。大体1時間経ちました。サンマの方は調子良さそうなので、取り出してしまいましたが、豆腐はまだスモークをしています。いい感じでできています。大体1時間10分、20分ぐらい経ちました。豆腐もいい感じに出来上がりました。豆腐はこんな感じです。切り口は、こんなようになってます。
軽く塩味がついているので、このまま食べても美味しいですし、味噌だれを使って、豆腐田楽にして食べても美味しいです。今日は続いて、牛肉の、燻製を紹介します。先ほどのまだ炭が残っているので、その上に新しくチップを乗せて、今牛肉を用意しました。牛肉は、醤油麹で、大体2時間から3時間マリネしたものです。でよく水を気を取って、今皿の方に持ってあります。今回ちょっと置物が少ないので小さめの網を使っています。よいしょ。材料を置いたところで、蓋をします。で、四隅を止めていきます。と同じように、大体これで大体1時間ぐらいスモークをします。いい感じにスモークが出来上がりました。これでしばらく寝かしてから食べると美味しくいただけます。